すげえ。こんにちは、ケンチです。山本です。今回なんですけども、はい、サンドラに270度のタープをくっつけたんで、270度、なんか普通車の横にピュッて出るじゃん、うん、そのピュッて出るのが、うん、お尻までグーって回るんだよ。まあ、ちょっとね、張ってないから、はい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 、つけてもらってそのまま来たから試し張りを、うん、デイキャンプ、うん、これからお昼でペペロンチーノでもね、あーうまいんだよね、ペペローションして、ワンパンでペペローションして、ペペローションして富士山が、うわすごいよ、ちょっと待って、うわー、わお、仕上がってますね、富士山ね。え、なんかキノコの山、キノコの山の上の部分みたいな ね。どっちかっていうとあれか、アポロか。アポロですね。絵で見るような富士山に近い。でも今日はお酒飲むんですか？私も今日はノンアルで。お、じゃあ、まあ、デイキャンプをねやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ペペやりましょう。ペペよろしくお願いします。お願いします。ほいっす。でパカッと、パカッと、はい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 、これを外すとぶら下げとくんだね。うんうん、はい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 、やってたー、すげーすげー、うーん、にこいすー、すげーすげー、エッチじゃん。これでいいのかね。すごい、富士山も出てきたよ。最高。オッケー。レッツゴー。ツー。ねえ、ふて。風速 70m。 70は飛んでるでしょ。ハンドラもちゃんと飛んでるね。え、家出ちゃいけないやつ。ペグはなんと、こいつやべえ、こいつですね。こんなもんかな。富士山も、うん、調子いいね。いいね。お父さんも爆走してるよ。デデンデデンデデン。あ、いいじゃんいいじゃん。できましたね。すごい。めっちゃ調子いいじゃん。ねえ。すごい。わお。飯食うか。キモくない？タップル？こっちの人暑いじゃん。タップルスタイル。タップルスタイルね。できちゃってんだよ。まあいいけど。いいけど。俺はいいんだけどね。俺はいいんだけど。ヤマト君はウイスキー。
ロックでよろしいでしょうか。いや僕もノンアルで弱気よいしょ。気持ちいい、気持ちよすぎるでしょ。冬だね。ビール飲みてー。飲みたいね。よいしょ。いや、こんな天気いい日にコーラ飲んだら気持ちよくなっちゃいそうだ。おお。どうだ、もうコーラ？私は。アイスコーヒー、アイスコーヒー、うわー晴れた、オーケー、よいしょ、気をつけて、これは最高だ、ダンプもエモいんだ。あれはあれで食うか、やりましょうか。山本君からお願いします。 OK。 何から行くんですか。ローストビーフ買ってきました。そんなのあんだね。ねえ、もう仕上がっちゃってるのがある、うん、こいつを切って野菜のっけでまずは前菜食べていきましょう。お願いします。ロービーでうまそう。すげえ、切る楽しみも味わしてくれるんだね。ね、本当に切れちゃってるもんね。ね、美味しそうですね。ワインですねこれは。うん、買いに行くか。デイキャン、デイキャン、テントはくっついてるから確かに寝れるね。メイト山本君の嫌いな言わないで言わないで食えるんだったから隣になって。伊豆の国産トマト、伊豆の国産のトマトか、ドジモトだね。ねえ、うまみトマト、うまみトマト、アメーラじゃないんだ。アメーラじゃなかった。これをちょっと彩りやっぱ豊かにいきましょう。うんうん、いや気持ちいいね今日。気持ちよすぎるね、うん、年間通してももう1位ぐらいの確かに、うん、湿気もなく ね。最近週末が雨だからやめてほしいよ。本当だよ。オッケー、はい、でお野菜たちを持っていきます、うん、ここに。ゼロカロリーだ。みんなもう手ほどっちゃわないで、葉っぱに葉っぱを乗せていくスタイルで。そういうことです。ベビーリーフサスティダブルですね。トマト多めに入れてあげるね。おりおりおりゃ、うまそう。おりおりゃ、いいんじゃないですか。いいね。うっす。ここに、ここに、ここに。じゃん。ドリュードレッシングソース。自然寺醤油さんですね。自然寺醤油のこれがバカうまいんだよ。ね。キャーヤー。追加で2本買っちゃったから。これマジでうまいね。いいどうぞ。うっす。うわ、もう。トリュフの香り、香りが、うん、分厚いね。うまい、合うね、うん。
まっ。アマゾンで買ったんだよ。うわ、アマゾンで売ってた。ムキムキになっちまうな最近毎日筋トレしてるから。うん、よし、はっ。焼酎入れてえな今日は、うん、ないね、うんうん、珍しく酒を積んできてないかな こいつを、お、初おろしの何ですか安いバーナーです。おい、グラディエーター、グラディエーター、コールマンのグラディエーター、メルカリでね、安く買ったんで。あんま見ないやつね。なんか日本じゃ売ってないみたい。アメリカのコールマン、アメリカの、そうそうそう、らしい。なんかこの日本の OD 缶のガスに切り替えるらしい。切り替えるやつがくっついてる、うん、そうしないと向こうの規格だからなんか使えないみたい。効果力、わお、すげえ。よし、ペペロンチーノしてこうぜ。お願いします。あとお願いします、私に行きますんで、うん、あとお願いします、はい。まあ、リュウジさんの至高のペペロンチーノが簡単だから、ね。ワンパン、ワンパンで、ワンパンとは、ワンパンとは一つのフライパンで完結する料理ということらしいです。よいしょ、よいしょ。あ、そうやれば皮も取れるんだ。皮取れてみじんもしやすいという、うん、もう山田くんが今日キスできないようにいっぱいニンニク持ってきたこっちもみじん切りする？それはやめとこうかありがとうございますあう、あう、あう、なんでもある、なんでもあるんだから。だいぶ坂になってるからちょうどいい。あ、オリーブオイルが、そう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 、簡単だもんね、これ、うん、これ1個でできちゃうから、うんね、うん、弱火で、はい、香りを出していくか、はい。めちゃくちゃ斜めだから、ちょうどいい。これ風に強いんだって、このバナー続いてきたんで、じゃあちょっと鷹の爪入れるんですけども、はい、種入れる、いいよ、かなり辛いですね。種が辛いらしいよ。ペペロンチーノ一時期すげえ YouTube で見漁ってたよ結局これが一番楽で、うん、オーソドックスなやつ美味しいけど、だけで、ね、うめんだよね。お酒マンシェラで、はい、どんぐらい入れるんだろう、忘れちゃったな2回250、よいしょ、 OK、 250で一回様子見ながら、はい、やっていきましょう、はい。沸騰したら、これなんですなんかこういうのもあるんだね、今ね、トップバリュー早いね。うわ、めっちゃいいのする、うん、おいしょい、めちゃくちゃうまいじゃんこれひねるだけで誰でもこうなるへぇ、伊達に伊達に絞ってないですよ絞り散らかしてるから絞り散らかしてるから、毎晩毎晩すごい火力だね中火とは思えないね。
お、あったか、ギャンエン、ギャンエン、このおおよそで、そう、岩塩だからそんなしょっぱくないもんね。うん、いいね、このキッチンシステムね、調理がしやすい、最高だね、ちょうど高さがいい。うん、コーラでいいかい。はい、コーラで。よいしょ、おいしょ、はい、グー、行きます、バイ、気をつけ、よいしょ、コーラうまいよな氷が入ってちょっと薄まったのもいいんだよ。うん、わかるね、瓶が一番うまいけど、うん、なんだろう、口当たりかな、うん、もうちょいだ、おお、ほっほほほ、このアルミパン良くない、いいね、アマゾンで1000円ぐらいだった気がする。安1000円ってことないかな、2000円しなかったと思って。へぇ、これにじゃあ最後オリーブオイル入れて、ほう、乳化させちゃう、乳化、よいしょ、これでこれで根本くんの乳化も出してもらって本当美味しくなくなる。うわー、すごい、あ、そう、どうなんだ、ほらちょっと、あ、いいかも、美味しいかも、ありがとうございます。どうする、どうやって食うか。これでこれでこれでこう食う。そうしましょう。おいっす、ありがとうございます。よし、まそー。手を合わせてください。いただきます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 。うわ。このロケーションで、え、富士山がすごいことになっちゃう。じゃあ山本くん、ちょっと食べてみてください。はい、ペーペーっすね、これは。ペーペーね、これはペーペー。よいしょ、いっちゃっていいっすか。いただきます。うん、失敗しようがないもん、うん、あら。うん、ま、味変で醤油、あ、この前ゴーアウトで買った肉と魚に合う黒糖醤油、ちょっと手が震えてあらす、これちょっと味変で、うまいな、和風パスタ、うん、うん、うますぎる、うん、さすがに、うん、さすがに乾杯、うん、最高ですね。このスタイルめっちゃいいね。めちゃくちゃいい。楽。荷物も少なくてし。で、本当ボックス1個とこれだけだもん。うん。全国旅しに行きましょう、これ。ああ、行きたいですね。ちょっとスープのが。おすすめの場所があればぜひ教えてください。教えてください。それでは本日もありがとうございました。ありがとうございました。やばい、やばい。